はいどうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はね、みんな大好き、ダークトロールがいよいよ修正かということで、今回は解説していきたいと思います。ちょっと今日晩ご飯食べてたらね、ふとあの、ポッと運営からお知らせが来まして、まあ、メンテナンス情報で、6月17日にちょっとメンテナンスしますよっていう情報でした。で読んでみるとですね、竜王城の決戦とかその辺の準備の下に、まあ、ちょっとね、まあ、こちらですね、画像を見てください、ドン。まあ、こんな感じにですね、6月17日のメンテナンスで、ダークトロールの出現数を増加しますと書いてありました。まあ、これ非常に嬉しいですね。で 次ですね、ダークトロールのドロップから宝珠、禁断の HP アップを取れなくしましたと、代わりにですね、打たれ名人を追加しました、まあ、もうみんな持ってますよね、打たれ名人なんかね、まあ、といった感じにどうでもいい宝珠を差し替えみたいな感じですね。 で、ちょっと驚きなのは、その下ですね。7月1日のメンテナンスで、ダークトロールから獲得できる経験値を減少し、さらに出現範囲の調整などを実施しますと。とまあ、いうふうに書いてあります。これですね、あの、経験値減少っていうのはね、まあ、かなり今っていうのは、玉球3 0 0万出たよみたいな、そう言ってる最中でね、やっぱりこう、経験値減少っていうのは、レベル上げモンスターとしてはかなり致命的なね、まあ、こういったあの、ペナルティを受けましたということです。でまあ、じゃあ、どれぐらいね、経験値が減るかって言われると、今って料理と元気玉と、 あとはベストスマイルこれでですね、まあ、ベストスマイルの最高値1.5倍を引いた場合にどれぐらい経験値入るかっていうと強敵ボーナスを含めないと、まあ、大体8万9000ぐらい入るんですよねでさらにそこに強敵ボーナスも入るんで、まあ、もうちょい上かなって感じですでこれすごいでしょめちゃくちゃね1モンスターで9万ぐらい手に入るんですよでこれからですねどれぐらい減少されるのかって考えた時に、まあ、そこまでね低くはなんないと思いますあの法事を削除したっていうことはやっぱりこうレベル上げとしてもね 運営的には使ってほしいわけですよ。で、出現数を増加とまあいうことで、あのシンボルを増やしてくれるって感じですね。方術目当てで来る人はまあ、削除して、そんでもってまあやっぱりね、こうめちゃくちゃ取り合いになるのも削除したいと。っていうことはやっぱりこう経験値減少もやらなきゃいけないっていうことなんですよね。で、じゃあ実際ね、どれぐらい減るかっていうと。 半分にはならならいと思う今っていうのはだいあの普通に一般的にやると玉球3 0 0万って出る人もいるんだけど実際にはねあの俺が一般的な感じでやったら大体玉球ねまあ230から240万ぐらいがあれかなと思いましたでこっからどれぐらい減るかっていうとキリンジぐらいにはなると思う だから玉い大体ね一般的にやると190万ぐらいになるんじゃないかなと思いますまあそうですね190万もちょっと行き過ぎか170から、まあ、大体190万の ぐらいで、まあ、いいでまあ感じにやってもねそれぐらいにはなると思いいますっていうことは、一体あたりのこのベストスマイルとか料理とか元気玉を含めた経験値っていうのは、まあおそらくね、7万とか、まあ、6万5千ぐらいになるんじゃないかなと思います。さすがにこう下げすぎてもね、その法事を削除して出現数を増やした意味って全くないんで、ってなると経験値減少っていうのは、まあ大体、まあ、そのいつも9万もらえてたのが7万ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。 まあ経験値減少の予想としては、こんな感じですかね、おそらく当たるんじゃないかなと思います、結構自信あります。 いこれキリンジと同じぐらいの経験値なんでねまあ、こんなもんでしょうという感じです。最新のフィールドだし、まあ悪くはない経験値ですよね。まあといった感じに、6月17日にはこの新宝珠が削除されまして、出現数が多くなると、まあそういった感じです。で、7月1日からは、その出現範囲とか、あとはですね、経験値減少というのがね、まあ実施されます。で、次はですね、なんでこうなったかっていう話をしていきたいと思います。まあちょっと上の方にね、あの理由書いてあったんですが、結局、あの、 でねめちゃくちゃトラブルのその問い合わせが来てたということですまあ、確かにこれトラブルって絶対起こるはずなんですよねやっぱりこう美味しい宝珠もあってねであと出現数が少ない、まあ、シンボルですよねでもって経験値がめっちゃ多いってなると取り合いにはなるんですよ絶対にま方、あ、法間違いなくでこれねあの取り合いが悪いかって言われるとそうじゃないんですよね あの <laughs> 結局ね、揉めるのが悪いんですよ。まあ、本当にあの、暴言とかね、その辺で。で、それであの、スクショとかしてさ、で、運営に問い合わせるわけでしょこういう人がいましたとか。まあ、それでね、さすがにあの、トラブルの件数が多いなということで、運営も動いたということです。まあ、あの、本当にあの、ツイッターとか見てると、どっちもどっちなことが多いんですよ。例えばこう、途中から乱入してきた人に、なんかこの、元からやってた人が、いや、俺先にやってたんだけど、みたいな。で、それで、まあ、乱入してきた人が、えっ 君動いてなかったよねみたいなそんな感じになっていや動いてただろボケみたいな感じになってねでお互いこう暴言を浴びせるっていうまあそういったね結構やりとりがあ,ありましたでねちょっと見てておかしいなって思ったのがあの大体ねそのスクショを晒してるって人はその元からやってた人なんですよね まあ普通にあのダークトロールを飼っていて、で途中から乱入された人。でなんかね、そういった人たちって乱入された側はめちゃくちゃ偉いみたいな、そういう風潮があるんですよね。でこれですね、あのルール的に、あのその規約的にはね、別に、 狩場に先に人がいたからっていう、そういう規約って全くないんですよね。だからどうなろうと自由なんですよ。まあ、あとはこの人のね、モラルとかルールの問題かなと。まあ、そういった感じなんです。まあ、そういったことなんで、だからこうさ、乱入された側が偉いとか悪いとか、そういうのってないんですよねっていうことは、その乱入された側が暴言言ってる時点で、これ。 その乱入された側がももう規約違反なんでですよねでもってその言い返しちゃう人ももうダメっていうことでさらに驚きなのはだいたいねそういったあの暴言してるチャットとかもあるんだけど、まあ、ほとんどの人はその乱入された側が偉いみたいなね、まあ、みんなあのコメントで言うんですようわーこいつないわーみたいなその乱入してきたやつマジないわーありえないわーみたいな その乱入された側がもう暴言言っててることについては、ね、全く触れてないっていう謎現象が起きてましたまあ本当にあの俺からすればどっちもどっちなんですよどっちも悪いあそういう規約もないし暴言浴びせる方も悪いし言い合いになっちゃう方も悪い結局ねなんでこんな美味しいモンスターがその経験値減少になったかっていうと、まあ、そういった理由がね主なんですよねまあそういったねあの俺が偉いんだぞみたいなまあそういった感じで だろう間違った正義っていうんですかね、まあ、ひたすらこうね乱入してきた人に暴言言ってで言い合いになっちゃうみたいなそういった民度の低さが今回ねこういったあの修正をされる原因ですんで、まあ、皆さんはですねもし乱入された時もねそういったあの暴言は言わないようにしましょうまあかといってねこう乱入していいかって言われればまあまたちょっと違うかなと、まあ、これはちょっとあのマナーの問題かなとは思うんですが、まあ、とにかくあの暴言とかねその辺で言っちゃうと結局あのお互い様だよっていうことになっちゃうんで まあ、暴言はね、とにかくあの、やめましょう。まあ、本当にあの、暴言言っちゃうと、民度が低いとね、思われてしまいますんで、まあ、絶対ダメですね。じゃあ、これをね、回避する方法はなかったのかと。いや、これについての回避方法ってありますよ。いや、もちろんありますよ。あの、例えばですね、まず、先客がいたら行かないっていうこと。まあ、これ、一つの解決方法ですよね。でもって、次はですね、あの、もしその、ダークトロールの狩り場に行って、先客がいた、その場合に、じゃあ、あの、そのまま帰ってくるかって言われれば、まあ、そうしなくてもいいですよね。 じゃどううやるかっていいととその人とパーーティー組めばいいんですよまあ仮にあの自分がめちゃくちゃ弱い立場だったらパーティーを組むことで逆に足を引っ張ってしまうんでまあ、そういったことはしないんですけど自分がある程度の強さだった場合っていうのはその人と一緒にやればなおかつね効率が上がりますよね。っていうことはお互いウィンウィンなんですよ。 やってる人もね、急にあの効率が上がるし、また、あ、はね、行った人も、あの、先客がいた場合でも、まあ、普通にダークトロール狩りをすることもできる。といった感じで、俺結構やってましたよ。それで結構フレンド作ったんでね、あの、本当に先客がいて、もしよければ一緒にやりませんか お互いあの効率も良くなると思いますよみたいな、まあ、そういった感じで、まあ俺結構あの途中途中でね、行った先でパーティー組んではフレンドになってみたいな、まあそういうことをしてました。で、その人らっていうのは今でもあのダークトロール一緒にやりませんかとか、まあそういったことをしてますね。だから皆さんね、あの、先客がいたら、そういったあのパーティーを組むみたいな、お互い幸せになりますから、その方が。お互い幸せだし、お互いね、ウィンウィンだし、いいこと尽くしでしょう。 まあ、といった感じで、まあ、これについてはねちょっとあのコミュニケーション能力が少し問われるところではあるんですがちょっとあのそういうこともですね視野に入れてった方がいいんじゃないでしょうかもう本当にあの個人個人で考えるんじゃなくて、まあ、そういったあの一緒にやるみたいなお互いウィンウィンの関係になるというのをねちょっと考えていった方がこの先いいんじゃないかなと思います。 まあ、要するに、助け合い精神。これをですね、まあ、忘れないようにしましょうということです。はい、それでは以上、フラチャンネルからのダークトロール修正情報でした。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。